中日ドラゴンズ全盛期との打線比較した結果、正直言葉が出ない。いつから歯車が狂ったのだろうか。8番に大島がいる。恐怖。ブランコの圧倒的威圧感すごかったよな。どの打順からでも点取れる。あ、アキーノだって負けてないし。洗い場の安心感。ああ、気持ちええ。これでご飯3杯はいける。この頃は全員戦う顔してた。ピッチャーも安心して投げれるな。やっぱ落合監督は偉大。何がいけないのだろうか。ピッチャー陣はトップクラスなんだけどな。信用できるの岡林と大島くらい。福永も期待はしてるけど、暗黒時代はどこまで続く。